ちのチャンネルでは初めて話題にするかと思いますが、お風呂屋さんの方についてお話ししようと思います。うちは神戸のお風呂屋さんにも結構経験あるので、皆さん東京のお風呂屋さんの動画とかはよく見てると思うので、今回は関西とはここが違うでってことをいくつかお話ししようと思います。その1、大気環境の違い。東京やと一つのお部屋に複数の女の子がおって、待機してる、いわゆる集団待機ってのが多いみたいやけど、一部の人気な子だけは自分の部屋で待機できるみたいですね。そしてうちがいた神戸では全然違くて、ほとんどのとこが個室待機でした。なので会ったことない子とか見たことない子なんかザラやし、同じ店の女の子と話してたりする機会も全然なくて、個室でゆっくりできましたね。でもちょっとデメリットもあって、店によるかもやけど、うちが最近行ったところは忙しい日はトイレに行けず、基本部屋のお風呂場でおしっこするようになりました。廊下うろうろしとったり、他のお客様や女の子とあすれ違ってしまいますし、おしっこだけわざわざトイレ行くのも面倒で、忙しいお店やったんです。店によっては各階にトイレあるから行ける店舗もありましたが、忙しい日やとおスタッフさんからおしっこは基本部屋でしてねって言われてましたね。そんなに部屋にあるものないもの、東京のお店やと一人で入る小さいスチームサウナって言うんかな、小さいカプセルみたいなんがあるみたいやけど、関西では一切ありません。おそらく都道府県の細かい条例とかで違いがあるかとか、そんなんなんかな。まあ、詳しい人いたらコメント教えてくださいね。その3、 NS 店や NS できるコースが明確。東京やと高級店の金額のお店でも、女の子によっては帽子着用必須やったり、好きな人もええ女の子もおったり、バラバラなところが青みたいやけどやけど、神戸では基本的に高級店の料金のお店のやコースは帽子は非着用になりますね。昔は120分6万円からの店舗ばかりでしたが、最近では短い時間の60分3万とか90分4万5千円からなんて店舗がめっちゃ増えてきて、遊びやすい料金設定のお店がめっちゃ多いみたいですね。うちはそっちの店舗は行ったことないから分からんけど、女の子の意見は分かれそうやな。ちなみに滋賀県小五湯温泉付近の店舗は高級料金でも基本帽子着用店がほとんどないけど、最近どうもそんなことなくなりつつあるみたい。その4、入浴料の有無。東京やった入浴料として受付で一部のお金払って、その後部屋に行き、女の子にサービス料っていうかな、別でお金を払うんやけど、神戸は基本お店の待合室や受付で全額払うので、総額料金がネットですぐわかるね。わかりやすいですよね。ちなみに滋賀県の店舗では東京方式の入力料サービス料別々で支払う店舗がほとんどですね。その後、保健所の立ち入り検査。東京では1年に1回ほど保健所の人が立ち入り検査をして、部屋に入ってきて、部屋にあったら
おかしいものとかがないとか、スチームサウナがちゃんと動くかとか検査あるみたいやけど、関西でうちが働いた時は聞いたこともしたこともないし、多分ないんちゃうかなって思います。うちが聞いたのは消防点検くらいやったかな。これも都道府県の条例の違いなんでしょうか。てか実際に部屋で何してるかなんか保健所も警察も分かりきってるのに、なんでそんなことする人あるんかな。不思議やわ。詳しい人いたらまたコメントで教えてください。というわけで今回は東京と神戸のお風呂屋さんについてお話ししました。都道府県によってもっと細かい違いがあるかもしれませんね。そして前回の動画のコメント欄は全て見ました。変わらず応援してくれる人もおれば、やっぱり厳しい意見の方もいましたが、ぜひそんな方は次回のライブ配信でうちのほんまの声、本当の声が聞けるので、4月5日、夜の7時から見に来てほしいですね。もちろん通常少しずつになると思いますが、人間の声にもっと可愛いいい声に近づけるように改善していきますので、よろしくお願いします。ライブも初めてなんでうまくできるかかなり不安なんやけど、皆様よろしくお願いしますね。ではチャンネル登録と通知のベルマークの方お願いします。また上がってって。